ぐっちです。今日はですね、東京のおすすめ撮影スポット、ポートレート編ということで、5カ所のね撮影スポットに回ろうと思います。はい、まず1カ所目が世田谷区にある等々力渓谷になります。じゃあこちら東急等々力駅前ですね。で、横を歩っていくと等々力渓谷の入り口があります。で、階段を降りていくとこちらがもう川が流れててね、ジャングルですよ。で、どんどん写真を載せていこうと思います。いい感じですよね。ここに人が立っていたとしたらいい感じになると思います。いや、いい感じ。結構道は狭いんですよね。で、ちょっと早送りしちゃいますね。桜がね綺麗でした。で、お花も咲いてて最高な天気でした。おいちゃん真ん中で、日の丸構図いい感じ。この岩とかもねいい写真撮れそうですよね。はい、ということで、等々力渓谷こんな感じでした。で、次がお台場海浜公園ですね。僕はバイク移動なので、40分ぐらいかけてお台場海浜公園まで行きました。さすがお台場海浜公園、砂浜も広くてめちゃめちゃいいっすよね。やっぱここは何回来てもいいところ。ちょっと一人で来るとなんか寂しくなる、そんな気持ちになりましたね。で、また早送りさせてもらいます。ちょっと歩くとね、奥にこの橋があるんですよ。で、ここがまた映えるんですね。めちゃめちゃ昔は写真撮影ですごい使ってました。で、少し歩くとちょっとまたジャングルみたいなところがあるんですよ。で、シェアサイクルもあります。お台場海浜公園こんな感じでしたね。で、次は東京駅丸の内周辺、またちょっとバイクで移動して、さすが東京駅、この写真絶対撮りたくなりますよね。で、その裏側ですね。で、少し歩くとおしゃれな街並みがあります。ちょっと想像してみてくださいね。ここにモデルさんが立ったらどんな感じで映るのかと。で、またずらっと写真を見せていきます。ティファニー&コーで、奥でね、前撮りの写真撮ってましたね。ここがですね、明治安田生命保険相互会社ですね。雑誌、アパレル、前撮りの撮影とか、あとは最近 SNS とかでもね、ここに行って撮影する人とか、ファッション系の撮影でもそうですしね、結構たくさん見ますよね。二重橋前から出ればすぐ出れますよ。で、次は東京国際フォーラムですね。いや、もう広くて画角に入らん。で、入り口から入っていって、初めて来た人はね必ずこの写真を撮りたくなりますよね。これね。で、エレベーター使って5階に行きます。いや、ほんとここ何回来てもすごい。で、ポートレート撮影なので、それっぽい写真を載せておきます。このガラス張りの通路の写真ね、めちゃくちゃ見かけますよね。多分結構定番化しちゃってるような感じで、多分いろんなカメラマンさんとかモデルさんとかね、みんなここ来たことあるんじゃないですかね。この圧縮効果な感じたまらん。いや、この Y の字もいいわ。上から撮るとこんな感じで、横のスロープを歩っていくと、まあ、こんな感じの場所に来れて、こういう写真撮りますね。最後のご紹介は汐留イタリア街です。結構遠かったかな。まあでも20分ぐらいか。もう夕方になっちゃって17時ぐらいでしたかね。いや、またこのビルの色がめっちゃ可愛くて、で圧縮効果も取れるし、で石畳もめっちゃ可愛いんですよね。いやー、ほんとおしゃれでね、もうアパレル、雑誌、ドラマ、CM と加藤ミリアさんの、ミュージックビデオとかでもね使われてるし、いろんなところでここは見ますよね。で、後ろで聞こえてる音は電車の音ですね。で、また早送りで JRA のね横を歩っていくと、まあ、実はこんなおしゃれな写真が撮れます。これ線路沿いですね。 JRA の写真です。で、かっこいい写真も撮れますと。で、夜のイタリア街はこんな感じですね。グッチーチャンネルいかがでしたでしょうか。東京のおすすめ、ポートレート撮影スポット5選ですね。最初に等々力渓谷行って、その後にお台場海浜公園行って、丸の内行って、国際フォーラム行って、イタリア街ですね。結構ね、モデルの撮影とかでも使われてますし、趣味でやられてる方も結構来てますね。で、ここね、今電車がうるさいから、はい、ということでね、東京駅周辺はね、結婚式の撮影とかでも使われてましたね。等々力渓谷もね、カップルで撮影してる人みたいなのもいましたね。というわけでね、また撮影スポット皆さんも行ってみてください。じゃあよかったらね、チャンネル登録とグッドボタンと、あとコメントの方お願いします。他にもね、景色編とかね、ポートレート編とか、いろいろね、〇〇編ってやってね、いろいろシリーズ化していこうかなと思いますので、こんなところ撮影スポットあるよっていうのがあったら教えてください。また動画見てください。ありがとうございました。またねー。